まずは勝利おめでとうございます。今日の試合振り返ってみていかがでしたか？そうです、今日の試合は前回の上部の1巡目の試合の時は結構競ってる部分があって、まあ、特に今日なんてセンターの長橋とかがいなかったり、まあ、それこそ杉沢とか、まあ、自分の同期のメンバーが結構いなかったので、まあ、結構心配する部分もあったんですけど、まあ、序盤からうちの本当にエース の今池とかを中心にそのボールを回して起点でバスケやってたので、すごいいい試合で終われたのかなって思います。はい、ありがとうございます。今日はどんな思いでコートに立っていますか？今日どんな思い？そうですね、もう前半にもう中心選手たちがもうやってくれた分があったので、また出て下級生たちと僕が出る機会があったので、伸び伸びとやってもらえばいいかなっていうふうにプレーしました。はい、ありがとうございます。今日第4クォーターには3ポイントも決められていましたけれども、はい、今日のご自身のプレー振り返ってみていかがでしたか？そうですね、もう自分も結構なんていうんですかね、そのリーグ戦前とか怪我とかコンディションの調子があまり良くなくて出遅れた部分があったんですけども、まあ、徐々に最終リーグ戦最終日までしっかりと戦えればいいなというふうに思っているので、まあ、徐々に3だったりとか狙えるシュートは確率を上げていって、チームの貢献にできるようになりたいなと思います。はい、ありがとうございます。今日の試合を終えての収穫点と課題点などもありましたら教えてください。そうですね、やっぱり今さっき自分が言ったように前回すごい競った場面があったので、長橋とか、まあ、杉沢とかいなくても全然その勝てるんだよっていうところがすごい小さいプレイヤーにとってはすごい自信につながった試合だと思うので、まだ次の、週末の試合に向けて頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。では次の国士舘大学戦に向けての疑問をお願いします。はい、そうですね、国士はやっぱり前回負けてますし、何よりもすごいサイズのあるチームだったので、本当に小さい選手だけじゃなくて僕らのような下の 4、5 番のプレイヤーがもっと体を張ってリバウンド取らないとなかなか勝てる試合じゃないと思うので、そこら辺はしっかりと頑張りたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では最後に応援してくださっているファンの皆様へ一言お願いします。そうですね、今去年はうまくチームがこう一部昇格という目標を掲げたんですけども、なかなかこう思うような結果につながらなかったので、今年こそは絶対に一部に上がって本当に強い構成を築いていけたらなというふうに思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。